Do I? Okay. Thank you.
っていうのは知りたい。お若い子や、若い子。両方やってもいやーします右は両方やってて左はね、こういうふうに切れた方がいい左はなんか左はもうこういうふうに切れた方がいいなんかあれやった俺左やってもうてからもうちょうどやってへん、うん
15分ぐらいらしい。行っとけよかった。Yeah!
Thank you.
ありがとうございます。いやいや、大丈夫。はい。行こうぜ。行こう行こう、やるやる。行こう行こう。行こう行こう。行こう行こう。ここも来られない。見に来られない。何でやろ。ちょっと詳しく教えてよ。しようか。一回検討しないでバックで投げたんですよ。ちなみに言うと、まあ、コストの仕掛け。はいはい。それで、団体戦ちょっと狙いたいな。うんうん。苦手だったの。団体戦、こう、団体戦で、こう、
投げかけたりとか、うん、そしたらバックスチューブ作ったり、GS 社なんで、確かにピークしてるっておかしくないんですよ、はい、ないんですよ、はい、ちょっと安定いきますか、はい、で、僕、片手でそれついてるんですよ、ピークしてミスって、うん、このスピードすぐ立ったんですよ、全然駆け逃げの指導じゃないじゃないですか、うん、駆け逃げの指導、あ、その指導が決まったの、クレッシーとかじゃないですよ、ねえな、どういう風に見てたの、まあ、俺試合みたいな感じで、ちょっと強制ビーチなんですけど、正直今そんなに良くないですよ、ついやつは庶民に投げたり、そうそう、投げて勝ったらやらなきゃいけないから、今度見てるの1回目なんですよ、今、リアクスいったしたらっていうか、何ですか、さっき2回目やってるから、めっちゃ近いですよ、うん、あ、一歩じゃなくなってこの、息だっちゃって、スイッターから3ぐらい、何ああ、サムの負けだ。次手がめちゃくちゃ強いじゃない。この、これ、これ、ね、これ、うん、1回目は、1回目入って僕のバックとか知らないはい。わざと来てくれた時に、後ろで。はいはい、投げて。この戦は、決定されてる。スティックされてる。あ、そうやな。やばいと思った。僕しかしてみたいなんですよ、と思うと、アイドルついてきてるし、指導効かないあうん、どうせ、なんかあるんかもしれないけど、そう、全部切らないと、全部切らないと、こっちも、で、これで、これで、あ要はこう、あんまり展開作られないんですよ、アイドルの組み手でこう、組み立てて。僕の方が多かったんですよ、うん、団体戦で当て勝てなんで、個人戦は持ってるか勝負になるやん、はい、GS 時間は覚悟してて、はい、本当に戦いが試合進めてるんですよ、今日はでも団体では勝てなかった、はい、悔しいな、はい、悔しい、で、なんかそのわざわざ攻め上げて出てるのしようじゃなくて、いやーっぽい感じ、最近出してくるだろうと、ガツガツ行き過ぎたら、あえて大違いとけなんですよ、過ぎ過ぎたら大違いって帰れない、あんまりその勝負かけるとこ選んでおかないと、イエス勝負持っていこうって始めちゃう、決めるんで、そのあんまり勝負じゃないです、それでは展開通り、実績いくだろうと思った、いくだろうと思った、わさび1本取れたら、それで、しのぎます。相手のこの力と肘で持って道着をこのままずらして、この持ったまま相手の持つ位置をずらすんじゃなくて道着ごとずらしちゃう。これ。そう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 。これもな。
もっとこう肩越し全部だから俺みたいなアクションなんですよ。こうやって押さえられる。で、もっと上まで一番嫌なんです。同技術。まあちょっとあんまり綺麗な技術じゃないけど、ただ強い選手みんなやるから。そう、それをこうちょっと振ったりして、シャッシャッってやる。で、その時かけられたらあかんから、ちょっとアクションとか。これを、このポーズはしていく感じ。胴着全体切る。これ、これ、次か切らないと。俺、切らないと。肘決めるの好きなやつもあるしな。これ好きだったら、昔なんか、同じぐらいの体験の人が、これ切れないですか。こっちの。持ち上げて、ああ、聞いちゃうからな、聞いちゃうからな、よって、ぎゅって、ぎゅっとちゃうからめっちゃやばい。要はでも、肘入れるっていうのは、これ距離乗せたら、そうよってみて、要は、これが邪魔やったやつは、その自分が動けるところまでずらすとこまで、そういう技術もあっていいと思う。俺はよくやってる。先に多分動かれば、ちょっとだけ、今年5分ぐらい増えたら動けた。今これもできるんだ。つい最近まで、肩で引かないでやるのは、いろいろ。そのまま攻めなかったんで。そうそう。何年も。で、これ、まあ、いろいろできる。これでも、そんだけ嫌やったんやったら、ユウジョがやるっていう方法も考えていく。カイジがそんだけ嫌がって、ユウジョがそんだけ嫌やったんや。まあ、効果的ですね、この競技に。俺もまあ、俺は負けてんの。距離を置ける相手が多いじゃん。これも出た。これができない相手みたいな。ああ、そうやな。手詰まりになれへんやんな。でも、もし、福岡さんが、あの、寿司抜きの人よりも、ああ、揺さぶってたら逆に、パターンすると、これのアイスが、来たらバック、うん、で、帯取るとか、揺さぶパターン考えたんですけど、焦って、久しぶりすぎて。もし、パッと上からもしパッと乗ってたら、うん、勝負できる。はいはい、うん、上からなんかこうやってたもん、うん、はい、多分団体で一発いかれてるからもう大丈夫、技術はもう上がらないと思う。だって俺だってさ、上投げて一発投げられてもう一回しなかったら、いきなり試合だったら俺何も出ないから。でもその内容によっちゃ優勝が攻略されたようなもんや。悔しい負けた勝利ティーディーポンこう見事に成功。イエーイ。今見た。わざと。よ。わざと。俺左ばっかりでやってたから、右より未だに左の方が得意。ここは幅広い。こっちは俺は、ね、俺は何もやりたい。でなんかちょっといい位置で持ってきたから、うん、分け締めて。でもこれ過ぎない人もいる。うん。これの時はもう。それを狙って。やってほしいもん。ちょうど。うん。俺もさ。だからこう。やってほしい。背中は上げる人も。そうそうそう。まあ、なんていうか、ちょっと逆
ャンブルって言って、そう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 、独自のところ、ちょっと遠いところがね、うん、もう行くで、俺はどういうところみたいな、ではこっからだね、俺なんかほんまに20代の時どうやってこの形に持っていくか、最終的に例えば相手が見込みであろうこの形に持っていくって、これな伸ばさずに、これなんか引きで切ったら伸ばせるけど、はいはい、引いて持ってる以上絶対伸ばさないっていう状況を作り上げちゃう。あ、これね、これこれもう終わり。この形かな。ちょっともう動かして、僕に足をかけてきたら透かして。下げて。めちゃくちゃ落として引いてしてると思うもん。まあこういうアイデア出るんで、なんか食性タッパーあるっていうのがまた問題でな。食性タッパーあるのかもしれない。いい感じに進んでたのか、うん、思ってる通りに喧嘩してたんですよ。はい、それ引いたらね、お前あれ見に行ったんか、パレード。あ、見に行けない。
あ、テレビで見ました。すごかったな。なんか阪神の方がすごかったよ。うん。最近すごいやろ、スタミナ。ずっとやってるね。
あ、くど、くど、くど。どうした？
大丈夫です。いやー、まあ、じゃあ大きな大会なんやけれど、あの大会は違うんだけど、あの来週グランドスラムってあるんです、東京で。で、それ終わって、それと同じ場所で、僕らのスラムの世界大会の同じ東京に入ってますね。
あのもう僕たちの出番から終わったんで。もういやロボあの次もパリの可能性がもうほぼもう今でもほぼゼロやねんけど、もうとどめを刺される状態で。あ、そうだ。お見事、大丈夫だ。見ます。
してる。ああ、頑張りましょう。あ、痛い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 。
練習最後やった俺が送ってたから、あ、そうそう、それを俺はお茶伝わるって言わないから ついてますって言うて、もうなんか最初抑えなかったで、そこから逆に腰切ったら田村さんどんどん伸ばしてる、どれぐらいで行く、田村さんをどんどん伸ばしてる、じゃあ30にしたら俺も次に、はい、僕29回で、これめっちゃいい。29の夜出発で33日。これは、そうそうそう。だから、これ、この時点で、めちゃくちゃ警戒されるから、だから俺はもう、この方法でも意外と、バラ突っ込む。ああ、どこでもいい。閉鎖されてた。入りながら、そうそう。だから持ってていくのも一つや。俺はまあ、基本的に知りたいません。モテるモテるもう当てて、これだけ瞬間にモテやんでもいけるから持ってから行くなんて大変だし、動かないからだから大体検索官と
よいしょ。
の疲れたわ。こんな疲れたら嫌やな。ゆいとお酒であんなやってきたもん。